皆さんこんばんは、1月26日月曜日第222回のしゃべくり松代の時間になりました。今日はパーソナリティ西澤芳恵がお送りいたします。よろしくお願いいたします。皆さん、今日は長野もちょっと緩んで、暖かいかなという感じがした一日だったんですけども、今日はですね、1月から始まりました大河ドラマ、 NHK の大河ドラマ花もゆに、関連して、花もゆ勝手に追走番組というふうに題しまして、実はですね、吉田松陰、幕末の志士ですけれども、幕末というと我が松代町にも誇る佐久間象山、佐久間象山と呼ばれていますが、松代ではどちらかというと象山で通っておりますので、今日は象山と呼ばせていただきますが、佐久間象山のと、実は吉田松陰がとても深い、ね、関係があったということで、どんな関係があったのかというのを、ね、今日ここで、皆さんにお伝えしたいなと思ってこの番組をやりました。実は私はあまり日本史は歴史は苦手なんですけれども、その私に今日いろんな話をしてくださるのが、エコールド松代で象山専科をされている代表である八田晋三さんです。八田さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう歴史音痴の私なのでちょっと変なことを聞くかもしれませんけど、何でも聞いていただいてよろしくお願いします。はい、もうね、花もゆも始まって昨日がね4回目でしたけれども、はい、ちょっと今日私簡単な年表もね作ってみましたので、ちょっとこう年表もね時々見ながら、ね、象山と象山と松陰の関係をね、お話ししていただけたらなと思ってます。まずそもそも象山と松陰が出会ったのは象山が開いた象山塾だと聞いてるんですが、象山塾というのはどんな塾だったのか、ちょっと歴史的なね、いろんなこう背景もあったと思うんですけど、ちょっとそこを教えていただいていいですか。はい、象山はですね、30歳の時までは、はい、漢学者っていうか中国語の関係の、そういう学者だったんですね。うん、で30歳になった時に、たまたま、中国でアヘン戦争があって、自分がその30までもう神様のようにすごいと思ってた中国がですね、イギリスにコテンパンに負けてしまった、アヘン戦争、はい、でそれからですね、ちょうどその時、自分のそのうんと大事に育ててくれた、松代藩の藩主がですね、はい、江戸幕府の老中解剖係になったんですよね。老中解剖係、今でいうと外務大臣みたいな。そうですね、はい、でそれで、象山はそれから、日本も同じようにその、うん、西洋に負けてしまう、はい、西洋も攻めてくるんじゃないかみたいな。その頃鎖国だったですもんね。鎖国だったよね、はいはい、でそういう状況の中で、なんとかどうすればそれをこう防ぐことができるかということを考えて、まあ、いろんなものをこう海外事情を読み、はい、漁ってですね、はい、で解剖発作というのを作った、はい、解剖発作、はい、解剖発作、ここのちょっと年表にもね、はい、ありますけれども、解剖発作ですね、これを作ったんですね。これで、はい、どうすれば、うん、その、向こうから攻めてこられた人たちをやっつけられるかということをこれ8つの項目に分けて書いて、それで幕府に提出したんですけれども、まあ結果的には、その策は取り入れられなかった、ちょっと、斬新すぎるというか革命的すぎたんですね、お話が、ちょうどその頃、死の交渉というような、身分制度がしっかりしてた時なんですけど、そういうことじゃなくて国民海兵みたいなね、もう誰でもみんな、その船に乗って、その大砲が撃てるような、そういうようなことを目指そうみたいな、こういうことを言ったんで、武士世界でいろいろ全てのことをやってようというようなところ
老のその論理からは全然受け入れられなかったということだったんですね。で結局そのそういうことの中で解剖発作はそのままになってしまったんですけれども、うん、象山はそれからですね、うん、西洋のことはぜひこれから勉強しなきゃいけないということで、うん、もう30までのその漢学にプラス、はい、今度は30からはですね、西洋学をもう10年またむちゃくちゃやりだして、でいろいろあって、うん、で江戸にですね象山塾を作った、うんうん、でそうして、うん、西洋のことと漢学に基づいた日本はどうあるべきかというようなことを教える塾を作ったんですね。それでそこへこの、まあ、勝海舟だとか、うんうんうん、もういろんな人が、うん、勝海舟来た、うん、でそこへ吉田松陰も訪れた、うん、こんな吉田松陰もね、うん、吉田松陰はその山賀流の兵法ですか、はい、そういうことをこう教える立場にあって、まあ、そういう先生だったんですね、先生だったんですね。そうするとやっぱりその解剖発作の話なんかは、はい、松陰からするととてもどんな話なのかみたいな、あ、まあうん、まあ、いずれにしてもこの西洋ということを考えてない山賀流でしたのでね、うん、もう船でももう戦国船というか、うん、もう100分の1ぐらいのちっちゃな船でいろいろ戦争するみたいなお話しかなかったもんですから、うんうんうん、もう象山の話を聞いてですね、もうなんかちょっとピンとこなかったんですけれども、うん、まあそんな世界があるのかということで驚くと同時に非常にその深いことに、精通してらっしゃるその象山にですね非常にこう驚いたというか感動して、だん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 これからの日本の行く道はこうだということも含めてだん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 こうそう入り込んでいったみたいな、そんな風に聞いてます。なるほど。そのこういうね、今、うん、あの大河ドラマやってるので、うん、こういうねその吉田松陰にまつわる本がいっぱい書店にも出てるわけですよ、うん、はい、今日八田さんも吉田松陰の小説をねあのこんな小説をあの八田さんもこんな分厚い小説ね、うん、あのお読みになっているんですね、うん、結構こういう本をね見るとその松陰がいろんな先生にねあの教えをこういった中でもやっぱりあの最終的には佐久間象山だったっていうふうに書いてあるんですよ。でそのまあなぜ吉田松陰がそこまでね佐久間象山にこうね傾倒していったかっていうところがちょっと今八田さんのお話を聞いててなんとなくこう見えてきたかなと思うんですが、うん、その松陰がやっぱり佐久間象山を師としてねこう なんていうんですかこう同じこう志っていうか、うん、っていう同じこうものがきっとあったと思うんですけども、うん、それはどんなところだったんでしょうね、うん、あのまあ象山塾やってて、まあ、あのそうこうしてるうちにですね、うんうん、ペリーがまずやってきたんですよね、はいはい、ペリーがやってきて、はい、ペリーついにやってきましたね、ペリー来て、はい、でその解剖発作の時にですね、うん、いやもし西洋が来た時はこうしとかなきゃいかんというのをもう10年も前にいろいろ言って幕府に進言してたのに全然そんなことありえないというようなことでもう全然ほっといてですね、もう来たら驚いたという状況の中でもう慌てふたまいてるんですね、もう日本中が。で象山としてはですね、まあ、彼の思ってたのは、まあその鎖国というそういう中では、うん、情報も入らないし、もうすごい中国がなんかコテンパンにやったような西洋に勝つには、やっぱり向こうの技術導入をしてですね、で向こうの方をよく知るというには、うん、鎖国でなくて国を開けなきゃだめ。で開いて、うん、でどん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 やって、うんうん、それで力をつけて、うん、ただその上でね、うん、どうするってなると、うんうん、まあ、防ぐと同時に、うん、向こう攘夷って言葉があるんですけれども、攘夷ですね、尊王攘夷とかっていう攘夷ですね、夷、うん、をやっつける、うん、打ち砕くという意味なんですね、うんうん、で国を開いて
で向こうの技術を導入して、うん、それで向こうをやっつけようと、うん、こういうその造山戦略だったと思うんです。なるほど。でこれはね、うん、多分日清戦争とか日露戦争っていうのは明治になってあるんですけれど、うん、はいはい、そういうことが、造山が言ったその戦略通りに進んでいくんですよね、うん、向こうの技術導入して。で松陰も、うん、いずれしても、うん、海外のことは、うんうん、まあ、いろいろ受け入れようっていうのはいいんだけど、うんうん、松陰も攘夷っていうか、うん、海外をやっつけようっていうことについては、うんうんうん、もう絶対やっつけたかったんです、うんうん、そこがドンピシャ一緒だったんです ね、そこがもうあのやっぱり造山とこう志が一緒になったというところなんです ね、うん、ただ、まあ、あの造山はその解剖発作もねすぐ取り入れてもらえなかったんだけど、割と100年先とかを見越して作ったものだったっていうね、うん、この解剖発作なんですけど、戦略家だったんですよね、うん、だからね、うん、ずっと先を見据えてた、うん、先をね見据えて、でもちょっと松陰はちょっと先よりもどちらかというと目先のことがこう一生懸命になってしまったから密航っていうのもあったんですかね。だから結局そのペリーが来た、うん、その船に乗ってね、うんうんうん、で向こうへ連れてってもらって、うんうん、向こうのなんか技術やいろんなその情報を取りたいと、取りたいと、もう即なんかやりたかったということで、うんうんうん、結局その密航というか、うん、まあ、当時は、うん、認めてられないところの船に乗り込もうとしたので、はい、ね、結局その、まあ、罪に問われて、その、まあ、実況ということになってしまうんですけど、ね、はい、まあ、造山もそれにね、うん、まあ、それに巻き込まれちゃったみたいでね、そういうことが、まあ、この間のテレビなんかで出てきましたけどね、はい、あのちょうど昨日のね、うん、あの大河ドラマがその場面で、うん、まあ、密航に失敗して、うん、あの船に乗るときにね、あのそのペリーの船のところまで小舟で行くんですよね、うん、でその小舟をね一緒に行ったの金子、うん、純介がね、うん、どうするんですかって言ったら、そのものいらないんだって言ってね、もうあの自分はね、うん、あのアメリカに行く気満々だったから、でそれなんだけど、その実はその小舟に造山が松陰に宛てた手紙があったんですよね、うんうん、ですよね、うん、その手紙は何が書かれてたんでしたっけ、もう俺はもう年取ってダメだけど、うんうん、君はこれからその若いし、うん、こう向こうの情勢を見てきて、うんうん、これで、まあ、うん、日本を良くしてくれと、うんと羽ばたいてくれよみたいな、うん、そういうことが詩文としてね、うん、そう漢文みたいなもんで書いてあった。でそれが幕府に見つかってしまって、でこれはその造山がそのアドバイスしてそれを生かしたんだなということで、そそのかしたみたいな、造山もとつかまっちゃった本当はね、励ましのただのね、頑張れよって手紙だったんだけど、ちょっと誤解で、まあ、まあそれで2人とも蟄居という形で、まあ本当ね、はい、その当時のその罪のあれからいくと、死罪というかね、死罪なんですね、ということらしいんだけども、まあいろいろな情勢で、まあ許されて、それぞれが蟄居されたということだったみたいですね。でまあ、ちょっとね、そのやっぱり造山は割とこう学問で入って、まあ、100年先を見据えてっていう感じだったんだけど、どうしても松陰はこう目先を頑張ってっていうところで、ちょっと2人のね性格も違ってたと思うんですが、まあ、蟄居した後にね、松陰は松下村塾を開いていくんですけれども、造山の方はそういうことはしないで、まあ、松代で実はひっそりとってわけでもないんですけども、暮らしていたんですよね。まあ、ちょっと違う道選びましたね、で、まあ私の知ってる松陰の方は、まあ肘長目っていうのかな、飛ばす耳を飛ばす、目を長く見るとかね、そういうことで肘長目ということで、いろいろあちこちこう見て、そのことをそういう肘長目録っていう、そういうこうあちこち行ったその
記録をね、うんうん、その日記帳みたいなやつを持ってて、うん、でそれを弟子にこう見せて、うん、でどこでもこういうことやってるみたいなことをね、うんうん、その現代のその問題を、うん、その見て、見て、それで論じようよ、うん、論じて、うん、で、僕は、うんうん、君とそのね対等でいろいろ対等で論じましょうっていうね、そういうことで、うん、はい、それがまあその松下村塾の中でね、いろんな人がまた幕末ね、うん、活躍してだとかですね、自信を持って、はい、自信を持ってねやってったみたいな、そんな感じだったんでしょうか。で象山の方はまあそういう塾生がいたわけじゃないんだけれども、でも象山がこう西洋の本を読んでいろいろ実験して、いろんなものを発明したりしたものが実は今のね私たちの生活にも遠いところで役立っているっていう、まあ実況生活はおのおの違っていたんですけども、もうもう時間になってしまったので、八田さんにもっともっとちょっとお聞きしたかったんですけれども、実は樋口家住宅の方でこの松陰と象山についての企画展が2月1日からあります。はい、こちらですね、今日のお話の続きをもっと知りたいなという方はぜひこちらの方にね来ていただくといいのかなと思います。ということで八田さん、15分はあっという間でした。もうあと1時間ぐらいねおしゃべりしていたいような気持ちがありましたけれども、じゃあ今日はこれで、終わりにしたいと思います。またどこかで花もゆ追走番組をやりたいなと思っておりますの で, です、ね、はい、ぜひまた、ね、松代のことも、ね、いろいろ皆さんに、ね、知っていただけたらと思います。ということで今日はこれで終わりたいと思います。皆さんさようなら。おやすみなさい。さようなら。最後ちょっとね、うん、短く高くて、私これ持ってきちゃった持ってきちゃった持ってきちゃった、あ、そうかね、これね、樋口家で、ぜひね、樋口家でね、お話、今日の続きね、こちらの方でしていただくということで、うん、ぜひね、お願いしたいと思います。ぜひおいてください。それからですね、はい、これもやっぱり樋口家住宅なんですが、はい、ちょっと下げてもらっていい、1月31日、松代学講座ということでね、善光寺と松代藩の歴史を語るという形で、勉強会やりますんで、また参加いただければと思います。よろしくお願いします。お待ちしております。はい、ということで来週の予定は、はい、来週の予定はですね、はい、今回初めてなんですけども、真っ白でね、この真っ白町ゼミっていうのやるんですね。おお、まあ、真っ白の商店街の人たちの、まあ、いろいろ参加して、はい、その中で商店街の中でね、そのお店の社長さんっていうか、店主が、店主が、うん、一応真っ白の人たちにいろいろとお教えすると。でまあ、コミュニケーションを取りながらいろんなことをやりたいなと、お店のことをいろいろ教えてくれる、そうそう、教えるということでね、そのことのね、真っ白商店街連合会のね、町ゼミ事業を、ね、担当している方、野本さん、この方来ていただいて、いろいろお話を聞けばいいかなと思いますね、はい、でね、今こういうの広告がね、この間出たんですね、で出たんですけど、はい、この申し込みがですね、7月28日土曜日までということで、各お店にね申し込んでいただくような、もうギリギリですね、そうです、はい、それでね、参加していただくような形、結構ねお店、結構参加されてるんで、ね、ちょっと面白いかなと思いますので、面白そうですね、ぜひ参加していただいて、はいはい、こちらも面白そう、また来週のね、そうです、しゃべくりマッスルも楽しみです、はい、それではいただきます、来週のしゃべくりマッスルをどうぞお楽しみに、はい、お願いします。